クッション仮面ははは。重要なお知らせがあります。今年は。ヤホーをやめようと思ってます。はい。ヤホーも飽きちゃったので、ヤホーをやめようと思ってます。とりあえず、今からは挨拶しないようにします。<laughs> <laughs> はい、どうも、どうも、はい、どうも、どうも、未明です。<お>明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。 はいところで引っ越しましたイやイやイパッパッパッイやイやパッパッパー2017年になりましたね私の2016年はねまあいいことと大変なこともいっぱいありました <laughs> 日本語の動画あんまり投稿ができなくてすいませんでした2017年頑張りますのでよろしくお願いしますそして今日はダムカンの素敵なアメコミがいっぱい 2> 2, でいいっぱい皆さん見てみてくださいはい毎年やってるのでそしてサムネとタイトルも見たと思うので皆さんも分かると思いますけど今から福袋開封しまーすイエーイ去年スターバックスの福袋をゲットすることができ できませんでしたスターバックスの福袋すごい人気になりすぎてゲットすることがなかなか難しくなりましたよ <laughs> そして私朝めちゃくちゃ弱いですはいでも今年5時半に起きて私じゃなくてねダンカンが5時半に起きて並んでくれましたそしてスターバックスの福袋をゲットすることができましたこれです 高くなりましたよあの今年はあの税込みで6000円になりました2017年のスターバックスの福袋を開封します Let's open it! これはウォーターボトルですね水いっぱい飲みますので絶対使えます携帯にいいですねそしてピンク色で可愛いラッキー値段は 書いてありませんかなこんな,こんな感じです。はい。値段わからないです。ダンカン、お願い。スターバックスだからすいまえ <laughs> <laughs> ちょっと待ってください。Yahoo ショッピングで3900円。3900円って。っ楽天でもそれぐらいの値段で売られてる。4000円 <laughs> <laughs> スー,ーーースーパーウォーターボトルスーーーーパウォタボトルがヤフーショッピングで4000円くらいで売ってるらしいですよ <noise> そしてこれはスターバックスの福袋にいつも入ってるものコーヒーでーすレギュラーコーヒーパイクプレスローストなぜかいつもパイクプレスローストがスターバックスの福袋に入ってます コーヒーのラバーだったら絶対喜ぶよそしてハウスブレンドも入ってますあ値段はねパイクプレイスは1140円足すぜそしてハウスブレンドは1050円足すぜコーヒーですのでハッピー実は私ツイッターでスターバックス福袋の中身のネタバレを見ちゃったよ で、あの、まあ、入ってるものはほぼ同じものが入ってるじゃないですかあたりとはずれがあんまりないような気がします次は折り紙折り,折り紙のなんとか本やらこれですはい1200円 ?1200 円ぐらいの価格らしいですそしてはいスターバックスのインスタントコーヒーです今回は コロンビアかコロンビアかたかなちょっとわからないコロンビアコロンビアのインスタントコーヒーです1500円でーす仕事場で使いますはいいつも入ってるベブベブルベベ,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 バベバレジベバレージ,バレジバババビ,バビバレージビバビビバ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 レージビバレッジ ビブレッジカードセット。お、oh yeah. ーいちうん1、おぉ一二三四。4枚入ってます。Yeah, baby!2400 円くらいのバリューです。<laughs> 全然日本語できない。<laughs> なぜならダンカンがいつも英語しゃべってるから。Not true. でも今年は日本語頑張りますので、<laughs> 頑張りますよ。 最後は、あこれ何だろうね、<ー>謎です。これはタンブラではありません。タンブラは今年入ってないらしいです。入ってないの入ってないの。うちじゃね、6000円も払ったのに。黙れ。<laughs> <laughs> スターバックス大好きだから許します。<laughs> <laughs> はい、何が入ああ、これか。えー、またあの。 キャンンピグのやつそうですねマジかキャンピングっ、ね、か,かねえよあーでも弟はよくキャンピングするからあげようかなはいこれはあの素敵なキャンピングデートにぴったりなスターバックススチールコ,コップですいくらするから、まあ、ステインレススチテールだから高くなるかなこれは福袋限定なものかな 全然見たことないよね、うん、あっおちょうちょ壊すなよあ値段は謎ですはい、ちょっとわかりません今年のトットバッグはこんな感じです小っちゃくなのかな、ね、いや、どうかなどうかなこんな感じですスターバックスの福袋は 高くなりましたねそして3500円の福袋なくなりましたそれはちょっと残念です残念だと思いますでもどうかなタンブラーも入ってないけどうーん個人的な意見なんですけど多分来年は買いませんなんかすごいなんか人気になってゲットすることがなかなか難しくなってそして高くなってなんかいろいろですね 本当はその6000円をコーヒー豆に使います来年多分皆さんスターバックスの福袋を買ったことありますかどう思いますかスターバックスが大好きな人は絶対喜ぶと思いますが私は多分来年買いません多分ね次はタリーズデビューかな <お>福袋動画もっと見てかったら高評価お願いしますチャンネル登録もよろしくお願いしますミーメイランドではいっぱい動画投稿してますのでぜひそこも見てみてくださいね明日紹介する福袋はつんつん